来た。エクソマン。皆さんこんにちは。リタの酒井です。リタの木本です。今日はですね、新しい美容液のご紹介をしていきたいと思います。エクソボール。こちらは韓国の ID 社っていう会社が開発した美容液となってます。まあ、エクソソームって聞いたことありますか？聞いたことありますか？はい。なんかエクソソームってなんかコロナになって、まあ、美容クリニックに行く人が、まあ、今増えてて、でその中で美容クリニックで結構使われているものらしいんですよ。で、まあ、最近のトレンドは切らない美容整形っていうのがトレンドで、その中で注射剤っていうのが 79.4% 占めてるそうです。でその注射剤にエクソソームっていうのがよく使われてて、若返りたいイコールエクソソームみたいなイメージがすごいできてるっていう感じです。でプラスなんか結構結果が出てるっていうのがエクソソームっていうものですね。でそのエクソソームが入った美容液ということで、まあ、今日はちょっとその最新の美容液を紹介していこうかなと思います。でまず ID 社っていう韓国の会社なんですけど、なんかイオンモールくらいとかあるじゃないですか。イオンにもイオンモールってバカでかいモールがあって、あれくらいのサイズ感でこう美容クリニック、エステ、美容室、ネイルっていうのがをやってる会社で、18年やってて120万人ぐらいのお客さんがいてデータがあるっていう会社で、まあ、結構韓国では権威のある会社って言われてます。でそこが出してるエクソボールで、まあ、さっき注射が流行ってるって話をしたんですけど、スキンブースターっていうのも流行ってて、そうそう、導入液とかそれです。なんか肌のシワ、ツヤを出したい、シミを消したいっていうのはなんかブースターで結構やるらしいんですよ。でもブースターやるとデメリットが痛い、結構痛いらしくて、痛いのがデメリットだねって時に、痛みのない塗るタイプのスキンブースターっていうのがこのエクソボールなんですよ。ついてこれてますか？ちょっとエクソボールのちょっと特徴をお客さんからちょっと喋らせてもらいます。はい、エクソソームという成分自体は毛穴のまず200分の1のサイズっていう結構ちっちゃい成分でできてます。エクソソームイコールヒト細胞培養液、美容液とかにそういう培養エキスって結構今入ってるのすごく主流になってきてるんですけど、効果としてはキメを整えたりだったりとか、あと肌の鎮静効果、赤みとかを抑えたりとか、荒れを抑えたりとかっていう効果があります。さそうですね。いいと思います。早速ちょっと開封、ちょっと買ったんで、僕自腹で買ったんでちょっと開封していきたいと思います。自腹なんです。自腹じゃん、もらってない。提供一切ありませんでした。オープン。あれあれ、あちょっと球体になってないんですけど、おそらく開け方がめちゃくちゃ悪かったなと思うんですけど、ちょこういう感じで、はい、こんな感じです。これね、本当はこの青いやつが完全な球体でめちゃくちゃ美しいらしいんですけど、多分僕の開け方が悪かったんでちょっともうすでに分離してるんですけど、なんかちっこいね、青いの見えましたね。ちょっとあとまた写真でちょっとお届けします。でなってるんですけど、この青いところがエクソソームです。エクソソームとみんな大好き若返りの成分 MMN です。はい。で透明なところがコラーゲンとかヒアルロン酸とかですね、普通の美容成分が入ってます。これをやるとほら、こう砕けて混ざるんですよ。結構振ります。振った状態でスポイドを使って取り出してつけていきます。だいたいこれ5分ぐらい置くと元の球体に戻るらしいですね。これなんかなんで戻るかっていうと、そのエクソソーム自体が
引き合うらしくて、でなんか丸い状態に戻るっていう風に言ってました。あと、まあ、これ使うタイミングは洗顔後の化粧水の前ですね。化粧水の前に一滴シュッてやって、でもうひたすら塗るっていう感じで使っていただければ OK だと思います。じゃあちょっと実際使っていきます。開けてシュッ、こんなにこんなにつけていいの、こんなにつけます。これ多くね？半分に手に出してつけていきます。もうね、ひたすらつけますね。気になるシワ、シミ、たるみがあるところに中心にもう一滴残らずつけていきます。もったいねえこれで結構ハリとかね、シワがなくなるとか、すごい楽しみなんですね。すごい楽しみですね、これ結果が。はい、この後はね、化粧水と乳液といつものケアをしていくとバッチリです。まあ、ちょっと僕の肌じゃちょっと参考にならないかもしれないですけど、まあ、あのプロソル社員結構皆さん買われてて使っていくと思いますので、ぜひあの担当のスタッフまで話を聞いてみてください。結構先行でのうちの出口専務が使ってましたけど、結構なんだろう、しっとりするけどベタベタしないし、すごいいい、すごいいいって言ってましたすごいいいって言ってました語彙力もなくす語彙力もなくすね実際どうですか。いや結構ね、さらっとしてるけどなんかこう手がこうもちっとするというか、吸水感覚、うん、吸水感覚で、でも割とね、なんていうの、本当に不思議よこれ。あ、でしょ？なんか酒井さんはあんまサラサラならない。いや、そんなことないよ。なことねえわ。そう、酒井さんめっちゃサラサラ。サラサラないよ。でもなんかこうちょっとこうしっとり感を感じる。結構なんか質感はすごいいいっすね。すでに結構いい。これ多分1ヶ月分ぐらいだよ。こちらはお値段が 30ml に入ってます。税込み8800円になっております。結構うちのスタッフの反応は安いねって感じ。そうですね、私も買いました結構本当にみんな買ってて、ちょっと1ヶ月後の、ね、プロストル社員のお肌チェックしてみてください。まあ、多分動画が公開される頃にはもう1ヶ月経ってると思う。使い切ってるくらい。多分お店でも話題だと思いますから、ぜひ見てみてください。Xボール紹介させていただきました。もしこの動画がいいと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。じゃあ次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。はい。今緊急でちょっと動画回してるんですけど、こちらですね。エラソボール使った翌朝です。ちょっとびっくりして緊急で動画回してます。見えますか、この目の下のちょっとシワとか、このほうれい線とか、もう明らかにいつもと違うっていう感じで、ちょっとびっくりしましたね。あとここのやっぱ肌ツヤというか、そんな別に綺麗じゃないけど、いつもと全然違う。アラフォーなんで、だいぶおじさんだけど気になっちゃう感じだったんですけど、結構一回使うだけでも効果あるんじゃないかと思うんで、まあ、これはね、一ヶ月後結構楽しみにします。また追ってレポートします。